皆さんおはようございます。ただいまのご紹介いただきました、内閣府の防災の政策統括官をしております海保でございます。本日は、30年夏に、複合的に連続発生した自然災害と、学会調査報告の開催にあたりまして、一言、ご挨拶をさせていただきたいというふうに思います。まず冒頭、昨年発生いたしました、北海道、大阪北部地震、それから西日本豪雨、台風21号、北海道胆振東部地震により亡くなられた方々、あるいは、被害に遭われた方々に、哀悼の意図をお見舞いを申し上げたいと思います。政府におきましては、今回も 3.11 の日を迎えて災害対策進んだ、あるいはまだ不十分な点が多々あるというご指摘をいただいておりますが、昨年の災害につきましては政府の方で非常災害対策本部などを設置したり、政府の方にから調査団を派遣したり、あるいは北海道や西日本豪雨においては各県庁に国の審議官クラス、課長クラスを数十名単位で派遣をして地元の災害の応急対策の支援に当たったりというようなことで、いわゆる被害状況の早期把握や被災者の救援救助、その後の生活再建に全力を期してまいりました。また今回の災害につきましては復旧復興対策についても全般的に予備費などを活用し早急的な対応を取る、例えばプッシュ型の支援などを行うとともに、その後生活再建、内外再建のためのパッケージなどを西日本豪雨では1000億規模で早急に取りまとめ、その後補正予算でさらに強化していくというような対応を関係省庁一体となって取り組まさせていただいたところでございます。昨年のこれら災害につきまして政府がその後行っている、あるいはこれから行おうとしている対策3点についてご説明をさせていただきたいというふうに思います。まず1点目でございます。これは豪雨についての対応ということでございます。西日本豪雨では平成最大の200名を超える方の命が亡くなったり行方不明になられたりしました。特に自治体からの避難勧告などが出ていたにもかかわらず、実際に避難されない、今日も NHK では、800何十万人に出てたけど実際に避難された方のは、その中の、数パーセントというようなお話もされておりました。また、要支援者が、逃げ遅れなどが、発生して、尊い命を失われたというようなことが、ございました。このため中央防災会議のもとにワーキンググループを設置させていただいて、学識経験者の方もご参加いただき、12月にその報告書を取りまとめたところでございます。報告書の冒頭にやはり自らの命は自らが守るんだという基本理念を打ち出し、行政はそれを全力でサポートするんだということで、全てを公助で命を守ることはできないということを強く打ち出しております。また今後の対応としては事前の対応としてこういったリスクのある小中学校においては必ず防災の事前の学習と訓練を行う、あるいは高齢者との関係では包括支援センターなどとの連携を図るといった取り組みを進めるとともに、発災あるいはその事前段階の情報が非常に多々あり一般の方には分かりにくいというようなお話もございましたので、5段階レベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5と5段階に情報を整理して、3番レベル3では高齢者が避難していただく、レベル4では全員避難していただく、レベル5は実際に波堤あるいはダムの緊急放水が始まるといった形で分かりやすい情報提供を進めていこうということで、現在関係省庁の方で詳細をまとめているところです。時期出水期に間に合うような形で対策を講じていきたいというふうに思います。2点目は最近の IoT の発達に伴った災害時の情報共有の強化ということを進めているという点でございます。大規模災害発生時においてさまざまな主体が持つ情報をいかに連携して災害応急対策に
提供できるかということで、内閣府の方で ISAT というチームを現地に派遣しました。これは我々内閣府防災と、防災科研の方々、あるいはその関係機関の方々が連携をして現地に入り、これまで、道路の普通情報、あるいは避難所の避難者の情報、あるいは停電の情報、断水の情報、それらを図面上で、統一的に、表示できたり、提供できることによって、いわゆる実行部隊、警察、消防、自衛隊の方が、現地でより迅速な対応を取れたり、あるいは、物資型で物資支援を運ぶときに、非常に円滑に進んだりさせていただいています。3点目はこれは今回の災害を受けて重要インフラの緊急点検を実施しました。これはハードのみならずソフト対策、特に先ほどからお話しあるような全道ブラックアウトというようなことも踏まえて、いろんなエネルギー関係も含めた点検を行い、その後それを強化するための緊急3カ年計画というものを総額7兆円で実施するというようなことになっております。この取り組みを今後とも進めていきたいというふうに考えています。さて学術会議の皆様、あるいは防災学術連携隊の皆様におかれましては、今回こういった取り組みを発災直後から強く発表され取り組んでいただいているほか、10月に開催しました防災推進国民会議においても非常にご貢献をいただいております。来年度、平成31年というのはよくないかもしれません。2019年の10月には、次期防災国体を、名古屋で、開催させていただこうと思います。引き続き、ご協力のほどよろしくお願いして、冒頭簡単ではございますが、私からの、ご挨拶とさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。